地方文学賞では、日本国内の地方自治体や地方新聞社、または地方の文霊協会などが実施する文学賞について記述する。地方文学賞には、大きく分けて、機関の作品が対象になる賞と公募の文学賞の二つがある。前者は、ある文学者の出身地となっている、自治体が主催するものが多く、泉教科の出身地である。 石川県金沢市が主催する泉教科文学賞や坪田常時の出身地である岡山県岡山市が主催する坪田常時文学賞などが長い歴史を持つ。一方、公募の文学賞では地方新聞社が主催する賞や地方自治体が主催する賞がある。大半の賞では受賞作は地域の新聞や文芸誌に掲載されるのみだが、 中には受賞作が一般の文芸誌に掲載されて全国で販売されるような賞もある。また特別な例では広島県福山市が主催するバラの町福山ミステリー文学新人賞のように長編小説を募集し受賞作が大手出版社により全国で刊行されるようなものもある。全国から作品を公募する地方文学賞は 新人の発掘などを目的にしたものだが、一方で地域の文芸活動の振興のため、ある地域内に限定して作品を募る場合もある。特に断らない場合、小説は短編小説の募集である。都道府県主催市区町村主催ある地方や、都道府県の在住者、在学者、在勤者、または出身者などに限って公募を行う文学賞。 地域の文芸活動の振興などを目的とする。市区町村の範囲で公募される文学賞は無数にあるため一覧は掲載しない。地方自治体の協力のもとに刊行される地方の文芸史などで応募資格を市区町村内に限った文学賞の公募が行われている。ありがとうございます。